どんということでこちらです。どん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 ということでやってまいりました。サディカップ、こんにちは、のぶです。本日は久しぶりに骨汁食べに行きたいと思います。結構以前の動画ですかね。浦添市にある宮原そば屋さんというところで骨汁を食べた動画の方を上げさせていただいたことあるかと思いますが、本日はこちら沖縄市でございます。今こちらですね、広島東洋カープがキャンプをやっている小山運動公園ですね。こちらにカープのキャンプを見に来ているんですけれど、ちょうどお昼ご飯時でこの近くにですね、骨汁が美味しいお店が結構昔からあって老舗なんですけど、僕行ったことがなくてですね、これを機会に行ってみたいと思います。カープのキャンプの動画はですね、もしかしたらこの動画上がる頃にはキャンプ終盤になってるかと思いますが、もし来年見に行こうかな、どんなキャンプだったのかなって気になる方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではこちら右手が小座運動公園ですね。それをどっちって言ったらいいんだろう、330号線側かな、そちらの方に行ったところにあります。どんということでこちらです、ブランド食堂さんです。それでは入っていきたいと思います。ペイペイとか使える。それでは入ります。テクテクお店の中入りました。ちょっとメニューを覗きましょう。こんな感じですね、いろいろあります。ちなみにこんな感じでサインもたくさんあります。ゴールデンキングスの選手も結構ありますね。ガレッジセールもある。ちなみにメニューを解説すると人気メニューはこちらですね。こちらにあります、骨汁、そしてそばチャーハンのそばセット、そして3番が生姜焼き、4番がおかずです。骨汁ちょっと値段上がったんですね。ちょっと前に確認した時650円だったんですが、ちょっと値段が上がったようです。そしておかず650円、味噌汁550円、味噌汁も美味しそうですね。そして中華風ちゃんぽん650円、カツ丼800円などとなっております。生姜焼きは800円ですね。そして沖縄そばとかも出ます。沖縄そば普通が550円、そばセットさっき人気メニュー2番が800円ですね。野菜そばも美味しそうですね、700円になってます。なかなか美味しそうなものがたくさん揃っております。ちなみにお店の中で静止画でこちら画面を見ながらお話しております。やっぱり骨汁推しですね。こちらテーブルの上にこんな感じで行ってます。骨汁うさがみそうれということで、店主の娘さん直筆だそうですが、こんなものもあります。とりあえず入った瞬間にもうすでに骨汁頼んでるので、ちょっと待ちたいと思います。どん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 ということでやってまいりました。山盛りでございます。骨汁、上に生姜たっぷり、そしてレタス、そして骨と肉でございます。ご飯もなんか山盛りでございます。そして横には骨を避けるためのお皿も用意されております。あとはちょっとだけこちらキムチかな、こんなのもあります。美味しそうですね。それではいただいていきます。いつも言いますけどどうしましょうかね。とりあえずこの生姜ちょっとチーズメールってか生姜、こちら生姜とちょっとレタスをちょっと一旦火をさせて、よいしょ。それではこの骨とりあえず一回しゃぶってみましょうか。いただきます。それではしゃぶってみます。なんかいい味、めっちゃ美味しい。なんかちょっと甘みのある感じの味噌汁で美味しいですね。これよく考えたら白菜か、レタスじゃないか。こちらの白菜もちょっといただいてみましょう。いただきます。白菜いただきます。美味しそう。ちょっと噛み切れないですけど、なかなか美味しいです。それではちょっとこの辺のなんかお肉取れそうな、食べやすそうにちょっとだけほぐして、それではいただきます。いただきます。なんだろう、めっちゃ出汁が出てしまってるんですけど、それでも美味しいです。それではちょっとこの汁飲めないんで、汁飲めるまでちょっと減らしていきたいと思います。ということで、減ったのか減ってないのか分かりませんが、まだ横山積みですが、こんな感じでスープがいっぱい出てきたので、スープいただきたいと思います。味噌汁な感じですよね。それではこちらいただきます。いただきます。
なんかそんなに濃くなくて、こうスーッと飲める感じで、なかなか美味しいです。そしてこれ、骨をほじほじするためのこのカニのやつですよね。これでちょっとほじほじして取りやすい感じです。それではまたお肉もちょっといただきます。いただきます。それではいただきます。美味しい。それではどんどん食べていきます。お肉を保護しながらいただいております。なんか結構お肉が下にいっぱい入ってます。いただきます。いただきます。まだ骨がありました。そして白菜だけじゃなくて中から出てきました大根さん。大根だけかな、あと昆布、これは出しようか分かりませんが、昆布と大根が出てきました。大根いただきます。それではいただきます。よく見られてて美味しいです。それではまだまだいただいていきます。ということでごちそうさまでした。美味しくいただきました。横には骨が山盛りでございます。一生懸命取りましたがいかがでしょうか。綺麗に取れてますでしょうか。美味しかったです。ということでごちそうさまでした。こちらグランド食堂さんですね。店の名前入った時に言いましたよね、グランド食堂さんで。お腹いっぱいです。見た目ほどもちろん骨もたっぷりあるんですけど、意外と肉たっぷりありました。美味しかったです。そこの方の骨の方がたくさんお肉がついてました。それではキャンプの方に戻りたいと思います。でその動画ではないですね。ということでグランド食堂さんの骨汁ですね、何回も言いますけどなかなか美味しかったです。あの肉を取るためのあのカニのやつですよね、あれを使うっていうのもなかなかいいですね。お箸を使ってて持ち帰るのがめんどくさいんでお箸で結構ほじってましたけど、あれを使うのもなかなか便利だなと思いました。すごい親切なお店だなと思いました。グランド食堂さんなかなか美味しいです。そしてさすがですね、地元の方に大人気ですね。多分今回こちらの広島カープのキャンプ見に来てる方で来てるっていう感じの方もいらっしゃいましたけど、普段から来てる地元のお客さんが多いのかなっていう印象でした。骨汁も美味しそうですけど、他におかずとか沖縄そばなんかもなかなか美味しそうですよね。まあまずこちらの広島カープのキャンプに来られる方はぜひ寄ってみるのがいいかと思います。結構お昼時になると、今ちょうど僕も出たのがまだ12時になってないんですけど、ほぼ満席だったので早めに行った方がいいかと思います。本当にご飯も大盛りで骨汁も大盛りで、なかなかお腹いっぱいになりました。美味しかったです。ということで本日は改めましてグランド食堂さんの骨汁いただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークロップ、バイバーイ。